次です。おうち時間が続いた人たちに空の魅力を知ってもらおうと、豊岡市の空港でセスナの体験飛行が行われました。豊岡市のコウノトリ田島空港では毎年8月ごろに空港の魅力を伝えるイベントを開催していますが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため一部が中止となりました。こうした中、自粛生活が続いた人たちに今日は家ではなく空で休日を過ごしてもらおうとセスナの体験飛行が行われました。飛び立ったセスナは高度およそ300メートルまで上昇、飛行時間は10分ほどで豊岡市の上空をゆっくりと一周し、参加した76人は空から街を眺める贅沢なひとときを満喫していました。楽しかった。セスナ初めてです。そうですか。ぜひ一回乗りたかったんです。あ、我が家のちょっとすぐそこですね。見ましたか。ちょっと回って、はい、ちょっと見えました。コウノトリ田島空港では来月末までの期間中、空港内でスタンプラリーなどを実施しています。